人生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。もうそろそろあんた医学情報とか言わないの？あ、言ってないのかな。まあまあですよ、何もしない。でもいいか、うん、そろそろいいんじゃん。でもカットで40分ぐらい喋ってるねえ。じゃあもう終わり。なんかジャガさん、でも最近なんかこんなことすること多いけど、やっぱり腹筋弱くなったのかな。違うよ、別に腹筋背筋弱くなったのかな。いや、腹筋前筋も腕力も弱くなった。いやいや、この間ね、関西さんと尾崎さんと一緒にコラボした時もずーっとこうやってやってるんですよ、うん、あら、僕らこうやってやってるじゃないですか。年だから腹筋背筋弱くなったのかなと思って。ね、そういうこんなことしてなかった前は。疲れちゃう。こんなことしてなかった。どうしたの？最近増えたよね。ねえ、あら、なんか弱くなったの筋肉。全部弱くなるの。いやいや、認めちゃうか。認めちゃうのかおい。もう瞬間的に。やばいよ、もうそうなったらこの次は尿漏れだよ次は。ねえ、極端すぎない。本当いいからお前早く目直せ。ルミコさん、ジェジェ君、来年中学受験ですが、偏差値がかなり下で本屋受けたいと言っています。どのような言葉をかければスイッチつきますかね。ジャガーさん、母親はどんな言葉をかければいいですかね。怒ってしまいます。いや、怒んないでやるだけやったらいいんじゃないかな。何でもチャレンジさせないと、親はね、本人の希望、じゃあ自分が納得のいくように頑張りなさいって言ってあげればいいんじゃないでしょうかね。だってそれによって広がることいっぱいあると思うので、悪いことするわけではないので、ぜひ応援してあげてください。まあスイッチがつくか。でもそれはでもやっぱり、ね、一概に何とは言えなくて、結局子供のやっぱ性格やっぱあるから、まあ、その例えば怒ってしっかりガツンと言ってカツ入ってスイッチ入る人と、しっかり伸び褒めたりとかして伸びる人もいるから、やっぱそれがやっぱ自分の息子さんがどういうような性格かっても母親である程度把握してると思うので、うん、一番喜ぶプラスの形の言葉を書けるのが一番いいかなと思いますけどね。甘ったれになったら、ブシ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 って往復便と100回ぐらいやるとか。いやいや、おかしいおかしい、おかしいか。でもね、やっぱアメとムチじゃないですか。認めるところと、それから応援するところをしっかり、まあ、やることじゃないかな。お前受験終わって何、どういうことが嬉しかったとか、どういうことは嫌だったとか教えてあげればいいんじゃない。ああ、いやいや、それ終わった後だからさ、だから今そういうなこと言っちゃったんですよ。もうスイッチならないし、でもお母さんの参考だから。ああ、いや、まだいいこととしては、まあ、当然ながらですけど、まあ、勉強しなきゃ しなくていいわけですよ。とりあえずその受験勉強ってものを、もうそんな長期にわたってね、勉強好きやったらいいかもしれないけど、まあ、基本的な人ってみんな嫌いだと思うから、まあ、そこでやっぱ、まあ、パッと終わるっていうのはまあちょっといいかもね。で、要は自分の自由時間でも増えるから、好きなことできたりとかするっていうことが、まあ、私服につながるのかな。そうね、 JJ もレゴ作ってたからね。終わった瞬間にバッ2時間ぐらい作ったんじゃん。すぐに。いや、ほんとだよね。よっぽどレゴ作りたかったんだなと思ったね、あの時ね。それ覚えてるね。全部同じ形に見える。私なんかレゴなんか絶対一個もくっつけられないかもしれない。でもあのバンクだけできなかったね。当時3万円ぐらいしましたからね、レゴね、はい、すごい立派なやつ、ね、バンクは途中で終わりましたね。唯一未完成さ、未完成です、ね、そんでほとんど作ったやつはその前に買ったやつ、はい、それ一気に捨てられたんです。捨てられました。誰に？お親父に。嫌なやつだよね。でもいい思い出じゃん、1個や。いい思い出なんですよ、やっぱ。そうね、1個ぐらいね。でも私がでも、やっぱこうやって別にアーティストってなる気はない、名乗る気はないんですけど、やっぱちょっと感覚がね、はい、物事を使ってたら、多分やっぱレゴがなんか消えたんですよ。ああ、そう、頭使うもんね。空間の認識もあったりとか、確かにね、想像したりとかすることって、やっぱり、私、レゴやってる人って賢い人多いんですよ、実は。私が賢いのとかじゃなくて、単純にやっぱその物事を考える力っていう意味で言うとね、うん、そういうことで結構つながってくるんで、まあ結構いい影響を受けたかなとか。いや、実はね、お父さんね、学生に最近こういう話したんですよ。大学生の間に絶対身につけたい、もらいたいことは一つですって話をしたんですよ。それはおかしいのみたいな。あ、おかしいか。コミュニケーション能力だって話をしたわけ。なんでかっていうと、コミュニケーション能力がある人が少ないから、現代の人ね。つまり就職試験とかなんか会社に入るときにコミュニケーション能力が高いとまず採用されると。なぜなら選ぶ人が我々世代だから、そういう人を好きなんですよ。すごくコミュニケーション能力ある人を好きだから、あと10年後は変わってるかもしれないけど、今はスキルがない人が多いから、コミュニケーション能力ある人が頭が悪くても、その人が合格します。
お父さんの時代は全員コミュニケーション能力高かったから、だから偏差値で頭のいい子が取られてたけど、今はそうじゃない、頭いいこと関係ない、まずコミュニケーション能力が高い人を取ってそいつらを教育すればその方がいいんですよ今は、っていう話をしたんですよ。だから今の大学生に必要なのはコミュニケーション能力一択です、僕はそう思います。でも JJ 君はコミュニケーション能力あるからちょっとそこはアドバンスだな。アドバンテージね。アドバンテージですね、うん、アドバンテージだと思いますよ。まあでも私やろうと思えばって感じかな。もともとはそのスチールだから得意ではないから、うん、うん、やろうと思えばこう、おお来たね、サチン来たね、スッチ来たね、かっこいいね。じゃあ急に携帯を乱すお父さんの話になるとどうでもいいか、どうでもいいですね。ナノさん、JJ 本当に成長しまして話術に磨きがかかってます、楽しみです。これ司会進行うまいね、確かにね。まあそのなんていうのギャラリーというか、うん、まあメンツがよく知ってる人だから。そうですか、でもそうでない場合もできるならないとね。それはちょっとまだやったことないねまあでみ多分できますよ絶対できます高山さん、今の高校生の平均身長は低いって聞いたよ、身長は遺伝も大きいみたいだね。まあちびだからね、親が。私は小さいのも認めるんですけど、うちの学校みんなすげえでかいですよ。あ、そうなの？男女、まず私のクラスで170超えてないやつ多分私含めて3人ぐらいしかないです。そんな大きいの？はい、これは本当に、まあ、なんか別に170センチ ないからといって劣等感持ったことないね。いや、それ頭がいいと思ってるからね。なんでやねん、もうなんで無理やりつけるの、突っ込むのそこに絶対そう。ジャワさんの使ってるスキンケア教えてください。ジャワさん小学生の時から好きです。お風呂上がりにまず顔の粉がこうもう一回粉が名前わかんないんだよ、全部人に買ってきてもらってるから。まあ一応やってるってことですね。そうそうね、ね、定期的に目の下のたるみがないようにこう下パックとここの眉間のパックとパック、目の下パックとここパックは毎月買って送られてくるやつ買いましたね。食べる？いやな、美味しくないの？いや美味しいですけど。マロワさん、JJ君も話し上手、聞き上手、経験豊富だから絶対日本で人気が出ると思います。期待してる。いやそれもそうでもないんだよ。私フォロワーもそんなにないし、別にファンがいるわけでもないし、女からモテるわけでもないから、ただ、まあ、笑わせるのは得意だもん。あ、確かにね。かといってじゃあ芸人になりたいかって言ったら全然思わないですけど、でも笑わすのは別に嫌いじゃないから、うん、ただピエロになるのは先だよね。あ、それはそうだよね、うん、あと3分だからさ、あとで医学情報つってもらったら、うん、じゃあごめんね木下のファンの人、バイバーイ、今日もありがとう木下。さあ、本日は、今370名の方にお越しいただいております。どうもお疲れ様です。医学情報、いきますけど、現在ですね、発熱者の方の、まあ、半分近くは、コロナだと思います。まあ、新しい株、JN1 だったかな。まあ、オミクロンの、株の新しいやつですけど、まあ、ほぼこれに置き換わってると思います。インフルエンザ激減してますけど、今あるとすれば B 型が多いです。インフルエンザ B 型があります。で、今第10波に入ったと思います。ねえ、いつまで続くのかなって感じですけど、これから来ますね、コロナぐーっと来るはずです。もうプール熱と溶連菌も落ち着いてきたと思います。まあそうは言えですね、発熱する人いっぱいいるんですね。たくさんいます。大体は、コロナとインフルエンザの両方の検査をしていると思います。場合によってはプラスアルファやってると思います。それから、胃腸炎ももう大流行してます。まあ現場はね、まあ同じような症状の人来るから、まあ診断しやすいんですけど、まあそうはいえ違う場合もありますので、まあ慎重にね、誤診のないように頑張っているつもりです。ちょっと一言でいいですか？どうぞ。今週もですね、文春に対する、自分の経験をインスタグラムに書いて何度かヤフーニュースに取り上げていただいております。まあまあもういいかなって感じもするんですけど、でもね、経験したことない人は、まあ、がほとんどでしょうから、実際はこういうもんだよっていうのを、お伝えしたくてやっております。現実、つまりね、何が言いたいかって言いますと、
テレビに出ている弁護士の先生方もいろいろ言ってますけど、多分ほとんど経験がないんだと思います。これね、文春の元編集長が書いてた記事を見てそう思いました。やっぱり僕から見てもなんかずれてるなって感じがします。自分で裁判戦って判決まで行った経験があれば、多分あんなこと言わないと思いますね。実際の裁判はこうだって言うと思います。多分経験がないんだと思う。なんかかっこいいなお前かっこいい、映り方かっこいいなお前、なんだなんだかっこいいか、お父さんがかっこ悪いみたいな、ですので書いております。まあ松本さんに対するね、文春法続くのかどうか分かりませんけども、まあでもすごいね、そんだけ松本さんって影響力のある人なんだなと思いますね、ジェジェ君。まあやっぱそのなんていうのかな、人気だったりとか、そういう知名度がやっぱ大きければ大きいほど、やっぱ大きくなると思うし、そうだね、そういうもんだよね。まあ、私あれはじいさんが嘘か分かんないですけど、そうね、どうなんでしょうかね、僕もちょっと分からないけどね。だけどそうだな、松本さんがテレビに復活することはあんまないのかな、どうなんだろう。別にあんだけ能力ある方だからね、別にテレビにこだわらなくてもいいような気もするけどな。でも松本さんがテレビ出なくなったら、もう見る人またどんどん減るね。もうテレビどん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 廃れていくね。間違いないと思いますね。だってそれぐらい影響力のあるお笑いの人いるかな今。かつてはたけしさん、タモリさん、さんまさんだったけど、なんかね、今違うよね。何も見かけないですよね。ですよね。ですよね。なんていうんかな、たけしさんも松本さんが復活できるかどうかは時代によるなって言ってましたね、テレビタックルで。時代によるな。時代は許さない方向に向かってると思いますよ、僕現実的に。まあいいんじゃないですか。僕もテレビ出る気ないですし、もしオファー来たらまあ出ますけど、多分ね、出ますけど、バラエティにはちょっとあんまり出る気ないですね。まあYouTube の方がやりやすいね、どっちかっても慣れたら YouTube ね。JJ 君はもしテレビからオファーあったら出るね。全然出る。全然出るね。どうもヒッピーです。急になんだ、急になんだお前。そういえば、なんと昨日ですかね、大変なことありましたね。指名手配犯がついに。あ、霧島聡。あ、よくフルネームしてるね。約50年の逃走を経て、なんと。捕まったらしいね。捕まったのかな、逮捕になったのかな。あ、自首なんでしょ、なんか。そうです、自首になるでしょうね、自分で名乗ったと。いや、しかもね、ちょっと見たら、記事見たら、もう既得状態で、意識があったりなかったりすると。多分もう数日で亡くなるでしょうね、多分ね。あ、だいぶだって小さいでしょうね。ということはですよ、逃げ切ったってことじゃないですか。いや、そうです。そういうことになりません。だから50年さ、半世紀だからね。すごくないですか。いや、すごくね、逃亡劇。いや、だってこんだけ日本がですよ、日本でそこまで逃げ切れる人いってちょっと考えられないね。しかもなんか記事によれば、神奈川県の公務店に勤めてたってことですよ。え、普通仕事してたの？わ、と思うよね。だから分からないってことだね。もう、いや、その、まあ、あと写真も写真が古い。古いからね。古いし、はい、顔変わったりとか、あと、なんなら年老いたら全然顔変わるじゃん。変わりますね。まあ、そういうのはやっぱ分かんないよね。偽名とかするんですかね。分かんないね。絶対分かんないですね。でもあれはびっくりしたね。いや、そうね。今年一番びっくりしたね。だって逃げ切れる、そんな50年も。そうね、だから自分も思ったんじゃないんだ、もう人生全うしたなから、だからもう行っていいかな、自首しようだよね、多分胃がんの末期だし、もう最後の最後には本名を名乗って、自分として死にたいと、こういうお気持ちなんでしょうね、きっとね。別にね、犯罪者の肩持つじゃないけど、多分人としても、ね、そのスキルは高いよね、やっぱそういう、なんていうの、考えに違うと、やっぱ賢いと思うんだよ、そういう人たちって。なんかその偶然でなんかそのここまで逃げ切れたって可能性もまあなきにしもあらずだと思うけど、やっぱ何がしら考えて、やっぱ策を考えてやってきたと。まあまあそうでしょうね、だけどね、すごい僕ね思うんですけど、20歳の時ですよ、彼がね、20歳の時に爆破事件を起こしたテロリストですよ、日本にだってほとんどいないんですから、テロリストってさ、そのテロリスト、その若気の至りっていうのかな、だってその時捕まっていればやり直せたかもしれないですか、人生。だけどただただ逃亡するだけの50年、自分の人生はほとんど逃亡で終わったわけじゃないですか、それって意味あるのかね。いや、テロリストに聞かないのは分かんない、なんでテロリストに。いやね、意味あるのかね。やり直せたんじゃないかな、捕まってね、という気がするけどね。どうなんでしょうかね。
まあでも解明されないね。だってもう死にそうなんだから、うん、警察官もインタビューできないよね。いやそうです、分かりません。ねえ、あれ鎌倉市の病院で書いてありましたよね、うん、で大きな病院映ってましたよね。おそらく湘南鎌倉病院ですかね。僕も鎌倉にある大学に勤めてますので大きな病院それしかないですからね。いやあそこに入院してるのと思ってすごくびっくりしましたね。ってことは近くにお住まいだったってことですよね。いやすごい驚きだな。もう指名手配犯なんていうのは我々意識しないですね、考えてみれば。まあそうね。あの人も顔は写真見たことあるけど、じゃあ日常的にね、いないからいないからって思ってないよね。なこと休みないよね。意識してないじゃない。わからないね、確かにね。日本の公安警察の力を持っても最後までね、追い込めなかったっていう、すごいね。勝ち逃げとっていうことになっちゃうよね。なんかちょっと英雄視されたらやばいね、犯罪者は。あそうね。でもテロリでも私でも多分だよ、テロリストって結局要は政府とかね、はい、反逆するためにやってるじゃない。そうそうそう。今のそもそも若者って全くあの興味ないから、ないね、また出ないと思います。ないね、うん。当時の若い人は、ね、元気あったんですよ、すごく。だからまあそういうことも含めたら、うん、まあいいじゃない。その若者が政治に興味あって、そうそうそう、しっかり動かすっていう意味でね、政治家も若者目をなんていうの、そのじゃない。そうだね。そういう参加してるってことね。構造を見たらいいけど、うん、まあテロが起きない分。政治はなんかでも年寄りにうまく使われてるっていうか、そこはちょっとそれはありますね。若い人向けではないですね。お前よく分かってるな。お前みんな海外行っちゃうよ。いいなっちゃうんだよね。海外このままだとね、日本だって住みにくくなるじゃん。だって若者からしたら、いや金は取られるしね。ね、お父さんがお前の年の時と全く違うね、うん、住みにくさは千倍だと思いますよ。でも分かんない、今の若い人は。それがね、今が標準だから。3億円事件の人あれ捕まったんじゃ。使ってません。あれ勝ち逃げ勝ち逃げとか、まあそうだね、時効を迎えたね。ああで一応犯人でも分かってる。分かってません。まあもう分かんないんだ。分かんないです。あれすごいよね。あれもなんかまあ言われてる、まあ、説はありますよ。あのある警察官の息子あだっていう説はあるけど、まあその人自殺してますからね。もう分かりませんね。本人？そうです。後に死んでんの？そうそう、その人がね。ええー。本当かどうか分かりません。いや、ほんとあの木原官房副長官の事件の時も奥さんのね、うん、あれ殺した人誰かって本当にすごい謎だよね。自殺したってなってるけど、え結構多いと思う、やっぱそういうのって自殺処理って。橘さんは違うってこと言ってましたけどね。まあ僕も違うんじゃねえかな、自殺じゃないんじゃないかなって気はするけど、うん、でもまあね、こう裏はいろいろあるんですよ。まあそれはもう分からないからね。分からないです。分からないから、ね、もう全然僕も断定的ですから、陰謀論はほとんど信じません。でもたまに正しいのよ、陰謀論もね。たまにですね。ほとんど間違えてます。まあ、陰謀論って、うん、あれだよね、まあ、漢字としてはちょっと違うけど、はい、まあ、暴論の仮説ってことでしょ、要は。そうそうそう、そうですよ。だから、まあ、あり得るよ、ね、全然。根拠なし。うん、根拠なしです。いやいや、ほんとなんか、これからどうなるかですけど、うん、このままいったらどんどん落ちるね。いや日本は衰退しちゃうね。いやだ手を打つ、だからトランプさんみたいな人が日本で出ればってことでしょ。そうそう、日本出れば変わりますよ。まあ無理だね、今んとこいないですね。金が持ってる若い人で出たら最高じゃん、はい、そうね、うん、まあ、例えば堀江貴文さんが総理になるとかね、これ変わりますよ。変わりますよ。多分ならないですよ。ならないですね、うん、そんなことしないね。無駄だと思ってますね、そんなことね。いや多分そう思ってますね、うん、でそういう若い人が総理になってくれると変わりますね。やっぱ経営者がいいかもね、うん、トランプさんもそうじゃないですか、経営者じゃないですか。そうだし、資産がね、そういう人が総理になる、ね、政治家じゃなくて、ね、経営者が総理になるってのもいいかもね。まあ今の日本ではちょっと難しいかも分からんけどな。分からんけどね、若い人が動けば変わりますね。若い人が東京に行くようになれば、若い人が支持する人が議員になるから変わるね。ライオット起こすしかないのでしょ。いやすいません、それ油テロリストに近いやろそれ。危ないじゃん。いやだけど、はい、それぐらいのことしないで絶対変わんないから、マジで。いやし、私進めてるじゃないですよ、うん、進めてるじゃないけど、考え方としてそれぐらい、なんていうの、暴動みたいな若者が団結して、この
国会議事堂通ってどう考えてもおかしいだろ、それは国会議事堂集合して、おいこらーって言って、あ、すいません、それはテロリストに近い危ない、危ない、暴動起こしちゃいけない、っていう風にやらないと、絶対変わらないから、マジで。いやいや、変わらないってか、まずね、若者が投票に行けばいいんですよ、そしたら変わります。あ、間違いない、若者の関心をいかに政治に向けるかね、それは多分ね、YouTuber にかかってるよ。あ、絶対 YouTuber にかかってます。でもそれかかったら思んなくてさ、視聴率多分下がるじゃん、その YouTuber 側としても。え、そうっすか。例えばヒカルさんが議員になったらみんな見るよ。あ、そういうこと。関心持つよ。そういうことね。そうそう、そういうこと。あ、だからそういう影響力のある若い YouTuber が議員になるっていうのは僕いいなと思いますよ。うんうんうん。あとね、もう立花さんがもう松本さんがいろんな人と手を組んでね、うん、こう議員がたくさん出ればもう変わりますよ、日本。そうしないと変わらんね。うん、うん、じゃあ自民党政権がじゃあに変われる政権あるかないもん。そう、いや、そうよ、立憲民主党もこれあんまり言っちゃいけないけど、政治のことはね、ないもん。そしたらやっぱりまあ自民党かなって感じになるよね。私はあれですかね、じゃあもうだからこれのが良くないと思うんだけど、私無投票なんで、うん、まあ、だからどうでもいいから、だから私自身も自身若者代表として、うん、やっぱね、政治興味ないもん、やっぱどうして。そうだよね、そうなるよね、なるよね、うん、なるよ。だから結局政治のことって学校で習うけど、うん、じゃあいざ投票行きましょうって学校で行ったところで行ってるやついないじゃん、現に。そうだね、うん、若者でも、まあそうだね、まあ高校卒業したやつもいいですし、別に今の20代大学生でもいいですけど、行ってないでしょ、大体みんな。行ってないね。うん、なんだ投票日知らないかもしれない。いや、もうね、こういうことしたって何も変わらないと思ってるからだよね、多分ね。だから団結して、いや、おかしい、おかしい。乗り込み、おかしい。乗り込みに行こう。それもおかしいから。おかしいの。それよくないね。あの、若者の、あの、このね、今、日本国中の若者の武闘派を集めて、はい。危ないから、ダメだから、それは。霧島聡になるからね。ダメダメ。あ、第2の。危ない危ない。危ないか。はい。はい、まあそんなこともそういうことでね。はい、まあ今日も円竹縄ですが、そろそろお時間ですか。はい。円竹で、親父の子は、舞茸。いや、なんで舞茸。そこまで食べてないだろ、ここ。親父でも好きなの椎茸です。そうですね。椎茸ですね。はいはい。まあということで、はい。今回も、インスタライブいかがでしょうか。はい。私はね、10分ほど遅れましたが、もう飽きがしたんじゃないでしょうかと。いやいや、もう JJ 君もね、不機嫌だと言いながらかなりノリノリで良かったです。はい、まあ、うまいね、司会ね。まあ仕事なんで、うん、いやいや、本当司会任したいね、毎回。まあそんなことも言いながらですね、今回は、はい、こんなちょっとね、政治のこと触れたりとか、はいはい、ありましたけど、捕まったとかね、プロレスのいろんな話しましたけど、皆さんいかがでしょうか。うん、また次回の、もしくは動画でお会いしましょう。 See you again! See you again!